へそのケアはどうしていますか？女子でもへそのごまは臭いんですか？おへそのケアは正直全然してないです。元彼とかにもすごいおへそ汚って言われて、匂われたら臭って言われました。どんな匂いかっていうと、まあ多分ちょっと耳垢みたいな感じの匂いだと思います。まあこれからはちゃんとこまめに掃除しようと思うんですけど、なかなかここだけは忘れてしまうんですね。体洗っててもへこんでるんで忘れちゃいますけど、まあ女子なんで頑張りたいと思います。やっぱりお顔が見たいです。似顔絵を描いてください。じゃあ自分の似顔絵を描いてみたいと思います。いけるかな。とりあえず私は逆三角形の顔なんで、特徴されたら多分なんとかなりますね。眉毛は結構太くて、目が二重で割と褒めてもらえることが多いんですよね。でまつ毛が結構長いんですよ。すごいまつ毛は一番褒められますパーツで。口は私あんま好きじゃないんですよね。これ刃がちょっとあります。こんな感じでどうでしょう。可愛いですか？あんまり可愛くないですね。まあ私こんな感じの顔なんで、よろしくお願いします。ゴキブリやクモ、ムカデなどの害虫が出没し強烈に印象に残っている出来事はありますか？そうですね、沖縄とかに住んでいたんですけど、沖縄に住んでいた時はやっぱゴキブリが結構あったかいんでよく出るんですよ。で、ちょっと路上でダンスの練習をしていたら、なんか手にパッと当たったと思って、当たってそのまま床に落ちてみたらゴキブリでした。でも、私実はゴキブリとか昆虫食で食べたことあるんで、意外と、まあ、そんなになんかキャーみたいなことにはならなかったですね。まあ一回虫苦手な人は食べてみるっていうのはおすすめです。はい、というわけで女子部屋でした。海と友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あと質問もお待ちしています。